茨城県道、栃木県道51号三戸もてぎ線は、茨城県水戸市から、栃木県芳賀郡茂木町に至る県道である。国道123号とほぼ並行する路線で、弓なりに進む国道123号に対し、こちらはほぼ直線で、芳賀郡茂木町まで結んでいる。かつては、ほぼ全区間にわたって境外な劣悪路線であったが、平成以降茨城。 栃木両県ともに道路改修、バイパス化が進み、栃木県内は全区間改修完了、茨城県内も未改修区間が白里町7階地区にわずかに残るのみとなっている。また沿道にツインリンクも手ギがあり、そちらへのアクセス道路としての役割も担っている。道路法の規定に基づき、茨城県内の東茨城郡白里町下古内、道町塩五間は、 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。茨城県道51号水戸茂手木線白里町、小勝栃木県道51号水戸、茂手木線茂木町、大梅福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ありがとうございます。